皆さんこんにちは。今週も始まります。今月ですね始まります。新州スポーツ一刀両断ナビゲーターの土橋です。よろしくお願いします。お願いいたします。すいません遅くなっちゃいまして本当ですよ。もうバタバタしてね。すいません。いやただね、僕思いました。やっぱりね、2人のゲストが大物すぎるから。あ、そうですね。ちょっと電波にね問題が生じたんですよ。確かにそれはありますね。ね、そういうことにしましょう、すいません。いや今日はですね、はい、ということで早速ゲスト2人ね、はい、ご紹介いたしましょう。はいはい、ゲストはですね、出ますか。そうですね、まずは、今は品川のパルセイロのユースの監督ですね、はい、宇野澤さんです。お願いします。お願いします。お願いいたします。そして出てますね、宇野澤さんですね、はい、そして今日ですね、ズームで配信になりますけども、松本からですね来ていただいてます、飯田さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、飯田さん、お待たせしちゃって、すいませんでした。大丈夫です。ちょっと怒ってるでしょ。いや全然怒ってないですよ先輩方2人待たしてるわけじゃないです、すいません。もうね、今信州ダービーの話題すごいから、このレジェンド2人のトークを楽しみにしてる人はかなりいるんじゃないですか、うん、ちょっと、ね、いいんですけどね、うん、お願いします。いろいろちょっと話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、ずっとね、飯田さんをオファーしてたんですけどね、うん、やっと一刀両断に出てもらえる。忙しいね。もう忙しいっすねこんなことないんですけどね、結構暇ですよ、あれ、あ、今肩書きは何になるんだっけ、はい、CBB です。CBB、はい、あ、一応 CB2 って呼ぶんですけど。あ、 CB2 ね。はい、コミュニティ、はい、そうですね、コミュニティボンドビルダーっていう役職と、あとスクールコーチも一応役職に入って。あ、スクールコーチもやってるんだ。はい。え、スクールコーチは何、もう一つのクラスを見てるの、うん、そうですね、一つのクラス見てるところもありますし、うん、まあ、あとは、いろんなカテゴリー、を中学生高校生も、自由に、見させてもらうっていう日も作ってもらってます。これはちょっと別の番組で取材行った時にはね、うん、ユースの中に混じって一緒にサッカーやってましたね。たまに入ってやりますね。ね、はい、誰が、宇野が、ええ、違う違う、飯田さんが。あ、宇野もやってるよね。俺もやってます。はい、俺の話かと思っちゃう。え、じゃあ2人とも全然やってるってこと、まだ。その練習に入って宇野もやってる。俺はやってますね。え、飯田君は？そうですね、僕はそのカテゴリーのコーチに入ってって言われたら、うん、やるようになってる。まあ週に1回ぐらいは入ってると思います。全然やれるね。じゃあまだ余裕でしょ。だといいんですけどね。さすがにちょっと高校生は結構厳しくなってきます。いやでも大丈夫でしょ、頭だったら負けないでしょ。そうですね、そこだけはやっぱ負けられないんで。いや無理でしょ、高校生であのヘディング来られたら。まあ、確かに。でそれこそ宇野で言ったらさ、あのシュートのところとかさ、最後のフィニッシュのところだったら全然余裕でしょ、負けないでしょ、まあ、フォワードやったらあれなんで、あの反則っていう扱いなんで、だいたいディフェンスやってます。なるほどね、そのポジションはやらずにね。そうなんだ、全然体動くね、2人とも。そんなんだったらじゃあ2人ともちょっと信州ダービーとか見たらちょっと出たいなとかって思うんじゃない。どう、飯田君とは。あのプレッシャーはちょっときついっすね。いや、そうなんだ。そう、ちょっとなんか羨ましいなっていう感覚ないの。そうですね、宇野澤さんには悪いですけど、僕もう勝ち逃げしたと思ってるんで。確かにね、最後の2011年はね、負けてないですからね。そうね、2011年、はい、だから最後天皇杯だもん。あ、そうですね、リーグ戦にしちゃって、長野県の決勝があって、うん、そうだよね、山川の PK で、はい、まあ、ちょっとあれですね、別の機会設けてもう一回やんないと。あ、いいっすね、いいっすね、新州ダービーを。OB 戦ですからね。確かに懐かしいね。でもね、どう、宇野とか。いや、俺はやっぱ羨ましさありますよね。南長野新しくなってから初なんで、まあ今チケットもほぼ完売っていう状況で、うん、まあ1万人以上入るだろうっていう中で、うん、どういう雰囲気になるのかなとかっていうのを、そうだよね、実際多分スタンドで見てるのと、うん、
ピッチ立って感じるものって多分違うと思うんで、うん、まあ、そういう意味では羨ましいなと思います。そうだよね、ユースタになって初だもんね。まあ、そうですね、そうだよね、俺らの時って南長野だからね、まあ、3000人ぐらいですね、昔のね、あれもすごかったですけどね、まあちょっとね、うん、地域リーグにしてはちょっとなんか異常な盛り上がりではあったけどね、うん、まあ5月8日ね、11年ぶりにということで、うん、アルウィンで行われましたけど、飯田さんは会場にいらっしゃったんですか？はい、もちろんスタンドで見てました。どうでしたか？8000人ぐらいでしたっけ、あの日は。うん、そうそうそう、うん、そうですよね、うん、試合全体振り返ってどういうふうに飯田君は見てた？あー、そうですね、やっぱり松本はガラッとメンバー変えて、うん、でバルセロナさんは、基本的には同じようなメンバーでやったことが、ちょっと松本に有利に働いたかなと思ってますね。うん、なるほど。宇野は？そうですね、あ、見た、まあ、あ、見ましたけど、あの現地では 見てないんで、うんうん、あのどのくらいこうスタジアム雰囲気とかまでわかんないんですけど、うんうん、まあ、結局あの、まあ、なんていうか山賀らしいというか最後、うん、あのなんか起こしてくるなっていう、わかる、アルビンでなんか起こしてくるなっていう感じはすごい受けましたね。油断すんなよと思ってたら一本やられてみたいな ね。あれでも飯田さん、先ほどあのそのままで来たから良かったっておっしゃってましたけど、その辺はどんなものがあったんですか、はい、その、まあ、パルセイロが通常のメンバーで来たっていうところで。まあ、失点するちょっと前ぐらいから、ちょっとパルセロさんが多分疲労が出て、多分ちょっと間延びしてたんですよね、うん、なのでそこら辺をうまく山賀がついたなという感じが出たので、うんうん、まあ、そこら辺が変えた方が良かったのか変えなかった方が良かったのかっていう感じですかね、うんうん。逆に若い選手とかこうフレッシュな選手を山が扱ったけど、なんかその辺あの新しい選手が出ていって試合内容を含めてどういうふうに評価してるかな。つい山がってこと、うん、そうそうそう、そうですね、やっぱりディフェンスラインのところはすごく安定してましたし、うん、特に三田選手を抑えてた、安田選手、うん、まあ、あとはその三田選手の方を、突破されたとしても最後、後半ですか、吉田選手、正也選手が、うん、やっぱそこら辺要所要所をうまく抑えれてたので、うん、新しい選手使ってすごく手応えはあるんじゃないかな、特にディフェンスラインはって思います、ね、うん、安定感あったね試合全体見れて。宇野はどういうふうに、パルセロなんかもう少しこういうふうに変えればとか試合全体振り返って、まあ、チャンス自体はまあ、宮坂選手のシュートだったりとかあったと思うんで、あとはやっぱ決め切るところと、まあ、あと守備の最後の局面でどれだけこう体張って守れるかっていうところだと思うんで、まあそこはやっぱりあのホームになったらまたそこも違いは出てくると思うし、あのまあ禁断の移籍をしているいじってくんじゃないよこんなところでまあでもバズさんもね、うん、あのあそうだね、うん、山賀所属で、ねね、うんうん、いやまあ2人いるんですよ、ここにもいるんですけど、いやもうさ呼んでないから、ちょっとほらやっぱり予想通りいやいやもうね、いつももうちょっと今宇野の真面目な話からちょっとそれるけど、いつもいろんなとこに飯田くんが行ってガチャがいつも行くのね、一緒に。お前が喋りすぎなのよいつも思うんだけど、いやいやいや、もうそういうコンビネーションでやらせてもらってるんで、世の中の人はもうお前じゃない、飯田くんの声を求めてる。いやそれ、それちょっとヒロさん言わないでくださいお前じゃない、もうお前にはもうお腹いっぱい、みんなじゃあ、ヒロさん、え、言っとるよな、頑張れ分かったよ、いや、勇気あるな勇気の塊そりゃそうだよ、メンタル強いで、そうですね、だから、まあ、あの宮坂選手の、うんうんうん、まあ、次節、あの、まあ、そのホームでのダービーでは、うんうん、まあ、決め切って、うん、その、この前の鬱憤も晴らしてほしいなっていうふうに思ってます。なんか俺ちょっと聞いた
話だと、あまりパルセロ側は山鹿をそんなにこう何細かくスカウティングはしなかったみたいな話をちょっと聞いたんだけど、それが本当かどうかわからないよ、はい、うん、いやそんなことはないとは思いますけど、それどこまで言っていいのかっていうのも僕も難しいところなんで、まあね、でもなんか逆に天皇杯1回やって負けてるじゃん、はい、パルセロね、はい、で多分リーグ戦の一発目ってもう多分これで負けれないと思うんだよね、はい、って考えたら相当スカウティングするんじゃないかなってちょっと思っ て、でもそのもう、まあ、スカウティングしてたとしても、まあ、前回だとそのメンバー自体が、ね、うん、変わってて難しいっていうのもあったと思うんで、うんうん、もしかしたらその前回やった分のスカウティングとかも、うん、まあ、今回生きてくるんじゃないかなっていうのもあるんで、なるほどね、はい、まあ、でも山川やっぱ勝負強いよね、そんなことない？そうですね、ダービーに関しては本当になんか最後に関してはって大丈夫飯田君、なんか宇野沢がなんか挑発してるけど、いやいや今ダービーの話だね本当になんかアルウィンは特になんか最後になんかあるよねっていう、いやなんだろうね、本当にねドラマがありましたねやっぱりね、うん、あそこで17歳のねユースの精神が出てきて、 まあそれを出すね、うん、名波監督もやっぱりと思いますけども、うん、それをあそこのワンチャンスでこう決めるというまたこのドラマというか、うん、飯田君は田中そら選手を見ててどういうふうに評価してる？はい、僕もユースで何度か見させてもらってて、うん、もうすごく器用な選手で、うん、いろんなことが、高校生年代にしてはできる選手、ちょうどもうあそこを決めきる力を持ってるとはちょっと思ってなかったのでいやすごいの出てきたなと思いますね。でも彼のポテンシャルとか今までこうユースで積み上げてきたものを含めてやっぱりトップにこうやって登録してこう試合に出ていくっていうのは納得できる感じ、納得っていうかこうそれだけのパフォーマンスをこう見せているっていうところは飯田君も感じてんのかな。そうですね、そのプレー面で言っても先ほど言ったように、うん、クオリティは、高いですし、うん、まあ、あとはやっぱりユースの中でも中心、うん、自分がやっぱり中心選手だっていうことを自覚して、責任感を持って行動していると思うので、うん、やっぱちょっと彼は、上に上がって山川を背負っていってほしい選手の一人でもあるなって思って、うん、でもあのタイミングで 0-0 の状態であの17歳の子を出したっていうのはちょっと俺は解説をしながらびっくりしてたんだけど、その辺飯田君はどういうふうに見た？なんか他の選手は菊井とかね出てきた時はまあリーグ戦でも出てるしある程度計算できるから、はい、まあまあこの辺でリズムも変えたいちょっと点を取りに行くっていう交代はちょっと理解はできたんだけど、その辺どういうふうに見てたかなと。まあ、ちょっと詳しいことを言えば、トップの、もう、榎本選手が一番初めです、うん、が、ちょっとそろそろガツケツ気味かなっていうのもあって、うん、まあ、出すんだったら、彼出しても間違いではないな、間違いではないって、おかしくないなとは思ってずっと見てたんで、その後の、まあでも、やっぱりこう、ユースのところで、やっぱ山川スタイル的なものを、求められてるんで、すごくディフェンスもすごく頑張ってましたし、うん、そこら辺はすんなり入って、まあ、いい仕事した。点を取るだけではなくて、他の仕事もやっぱりしてたなと思います、ね、うん。なるほど。じゃあもうそういう評価の中でですね。ね、まあでもやっぱりそのトップだけじゃなくて、ユースも含めたそのクラブの、なんていうんですか、芯っていうんですかね、そのサッカーに対する。うん、プレーモデルみたいな。それはやっぱり、そうですね。うん、それもやっぱりこう形になってきてるっていうことですかね。そうですね、今年原点回帰だって言ってクラブがそれを求めてますし、うん、まあ、それは、僕もスクールで教えてる時には、1対1負けないとか、最後まで諦めないとか、まあ、あとは、パルセロには負けないっていう大事一個付け加えてきたね。いやでも大事なことじゃないですかそれね、やっぱりね。いや大事だよ ね、なんかだんだんサポーターもそうだけどさ、知らない人多いじゃん、信州ダービーだって11年ぶりって言ったらさ、
もう選手も知らないでしょ。そうだね、全然選手知らないで、ね、でサポーターも多分知らない人たちって言ったら、うん、多分クラブに残っている経験している人たちがそれを選手とかに伝えるってなんかこれすごい大事なんじゃないかなってすごい改めて思ってるんだよね、うん、そういうのなんかなかったの、そういう時間とか。いやまあ時間はない、その特別にこう喋ってくれっていうのはないですけど、うん、まあその取材してもらったりとかで、うん、まあ選手の目には必ず入ってると思ってるし、うんうんうん、ただもうあの街歩いてれば言われると思うんで、うん、あの、うんまあ、ずっと応援してる人とかが、うん、あの必ずその今年は山形だねとか、うんうんあのまあ、僕今選手じゃないんですけど言われるんで、絶対負けないでねっつって、ね、まあ僕は戦わないんで選手に言っときますねっつってなるほどね。えその辺飯田君とか山形の選手に聞かれたりとか、逆になんかクラブとしてそういう時間をって、そういうのはない、そこまでは。そこまではないんじゃないですかね、うん、ただやっぱクラブとしてはそこにはプライドを持ってますし、間違いなく、うん、でやっぱりそうですね、サポーターが一番多分それを気にすると思うので、うん、そこら辺は多分何にも言わなくても伝わるんじゃないですかね。なるほどね、うん、なんかでもこう、うん、今まではね、まあリーグが違ってやっぱり直接対決がなかったからですけども、うん、なんかこう いい意味でこの信州サッカーが盛り上がるというか、うん、一つのなんかね、柔らかく伝えようとしてる。いや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 、いやでも本当になんかこう、ズマズマ言ってください。今回のユースのね、そのまあ出た選手もそうですけど、うん、本当にこう下も含めたところの信州サッカーっていうものがなんかこう新しいこう時代になる、うん、フェーズに入ってきてると。うんうん、すごいそんな感じがしたかなと思うんですけど、そうです ね新しいとこに入りつつも、僕の感覚ではやっぱ信州ダービーは負けちゃいけないっていうものは育成年代からあっても僕はいいと思うんですよ。まあ、まあもちろんもちろん、うん、だそのアイデンティティがしっかり残っていってトップに育っていった時に、うん、いやいや松本には負けちゃいけない、長野には負けちゃいけないっていうものが信州ダービーとしてトップのカテゴリーで、うん、その辺とかそれこそユースを指導してるからさ、はいはい、まあ、J ユースリーグっていう、うん、リーグ戦があるんですけど、うん、まあ、高校1、2年生対象、基本的にその対象の大会なんですけど、うん、まあ、そこでは山賀さんと試合することも何回かあって、うん、まあ、今週もあるんですけど、あ、そう、はい、言うの、そういう時は。そういう時はあのもうでも選手も山賀には負けないって言ってるんで、へー、いいね、はい、いいね、なんか特別な気合入ってるなっていう感じはするし、うん、まああのなんだろうな、もう受け継がれてるのかなっていう、うん、勝手に、うん、あの僕が特別なんか言うわけでもなく、うん、まあそういうスイッチ入ってるなって感じる部分はあるので。いやいやいや言おうよ、あのまあ言いますよ、あの負けんなって、うほうほう、いやいやもうこういうのをさ、あのうちの選手が見たらさどう思うのそう監督だからね、そうだごめんごめんごめんそうだった監督だった、まあいいんですけどね、あの楽しくやるとこは楽しくやって、うん、そうね、うん、メリハリをつけろよっていうことは言ってるんで、うん、飯田君はなんかアカデミーの子たちに信州ダービーのこととかなんか伝えたりとか話したことってある、はい、おー、まだない、そうですね、いやもうそのこの間の天皇杯の日が、うん、スクール生も信州ダービー、ああ、やってたね、うん、あの引き連れて、いろんなカテゴリーで引き連れて歩いてるの見たよ。あ、本当ですか。あ、そうですよね、はいはい、なのでもうでサブグラウンドでは女子のやってた、ね、アンダー15、うん、はい、なんでもう各カテゴリーに行ってましたね。ですしやっぱりそのみんなで情報共有として、うん、あそこ勝ってとかすごい気にしてます。なるほど、はい、なんでまあ、僕も選手にも言いますし、やっぱ各コーチがそこを負けたらいけないっていう。いいね、いいね、いいね。バチバチしてる感じがいいね。ちなみに、だからトップチームは山が勝ったでしょ。で、15女子のやつは山が勝ったんだよね、1-0 で。小林洋介がね。で、スクールはどうだったのかな。スクール俺分かってないけど。スクールは、僕が見てたチームは、勝ちました。お、はい、あと3チームがあったんですけど、そこはちょっと多分負けたって聞いてないんで、うん、勝ってるんだと思います。あら、いやでも勝ったって聞いてないことは負けてるかもしれないですけどね。ああいえばこういうみたいな。なんか
お互いはさ、それこそマッチアップしてたじゃん。そうですね。お互いの印象を聞いてみたい、はい、俺は別に中盤だったから別にマッチアップはしなかったから、はい、なんかヘディング強くてもうあそこにクロス上げたりする嫌だなみたいな跳ね返されるしってこう抱き込みてたけど、はいはい、お互いマッチアップしてるからここはどういう印象で、宇野はどうなの。まああの自分が後ろ向きの時は、うん、かなり来られるんで、あのなるべく前向いて受けたいなみたいな。なるほどね。はい、あとな高いボールはまあ勝てないんで、うん、普通に競っても勝てないんで、まあ、普通に競っても無理だなと思いながらゲームはしました、ね。飯田君は宇野をどういうふうに見てた。僕は僕の一番苦手なタイプの選手だと思うんで。あ、そう。はい、できるだけ前向きで受けさせない、できるだけ僕の背後には走られたくない、うん、もういろんなことを考えながらどうしたら、消せるんだろうなと思いながら良さを考えてますね。へえ、面白いね。なんかマッチアップしてる当時のなんか話を聞けるって、うん、ね、まあフォワードとセンターバックだもんね、はい、何回ぐらいやってんのかな。ここの2人は、飯田くんが信州ダービーをやったのって何回ぐらい覚えてる、はい、2011年はやってる3試合。11年に来られたんでしたっけ、はい、確か11年の3試合です、ね、そうですよ、ね、あ、じゃあ3試合しかやってないのか、ね、一緒には2勝1分けです知ってるそれ知ってるでもな、宇野、あの時な、はい、順位俺らのがまあ上だった、ね、俺らリーグ戦っていうのはリーグ戦っていうのはまあ全体の結果なんだよ。俺ら2位だったもんな、あの時な、2011年で、宇野が信州ダービーやってるのが、宇野が入ってきた何年だっけ。あの2010年だから10年は山川いないんだよね、先上がってるから。いないですね。ってことは11か、うん、だから11年しかやってないじゃないですか、宇野も。宇野も11年。あ、じゃあ一緒だ。の3試合しかしてないはず。でもなんか練習試合とかもやってるから、あ、まあそうだね。まあまあなんかやった感じがするんですよね。あ、分かる、それ分かる、うん、あ、じゃあ3回だ公式戦はね。公式戦はね、うん、で天皇杯がガチャのゴッツァンね、ゴッツァンゴールでね、ゴッツァン、はい、でリーグ戦が、リーグ戦はアルウィンが 2-1 負け、アルウィン 2-1 で木島哲也に翔太とやられたやつですね。そうですね、今井翔太、あれ俺現役最後のゴールだ、あーゴールね、はい、先制点取ったのに宇野沢のあの適当なヒールパスでもうあれ以上ないパスですよ。嘘つけ、あれは感覚で落としたの。いやあれ以上ないパスです。嘘つけ、絶対あんなとこ見えてなかったはずで、宇野のパス で南長野は宇野の先制ゴールですね。あー、ね、マコの折り返しのダイビングで、で塩澤がまた後半のいたね、塩澤退場してましたもんね、あの時なんで、ね、そう10人だったっすからね。そうね、前半でも結構してたもんね、うん、なんか飯田君にとってなんか信州ダービーの思い出とかある、はい、なんかこの試合、それこそアルウィンのその試合が一番覚えてますとか。そうっすね、やっぱずっと山川劇場って言われてたんですけど、うん、やっぱあの天皇杯のガチャのゴールとか、うんうん、で多分 PK で勝った最後決めたのが小松健太っていう関係出身の選手が決めて PK で勝ったりとか、うん、それはすごく覚えてますし、やっぱなんか勝負勢とか何かアルウィンにあるんだなっていうのを本当に感じた試合でしたね。そうね、確かにそういう勝負強さはあるよね。なんか昔からそうじゃない、うん、なんかパルセイロ内容いいけどなかなか勝ちきれないってずっとなんか言われ続けても耳が痛くなるぐらい今ずっと言われてます、ね、やっとこれで終わりますね今週で。あれもね、やっと終わります。いや楽しみですね、そう思うと今週ね。いやいや、だからパルセイロからしたら多分もう負けれない状況だと思う。そうだよね、ホームでね、天皇杯一発目でこう負けて、しかもガチのメンバーで行ってるじゃないですか。そうですね、そう、まあ、向こうはねちょっと違うメンバーで、ね、ちょっとねメンバーを変えながらチーム全体の底上げをしてって言って、うん、しかもホームで迎え撃つって言ったらどうよ。
いやもうこれで歴史が変わって新たな信州ダービーの歴史としてね出てくると思うんで、まあ楽しみでしかないですよね。そうだよね、やってくれると思ってます。え、当日いるの？います。はい、いるの。あと前座で U15 のダービーね、ダービーがあるんで。あ、そうなんだ。まあそこもやっぱアカデミーとしては負けられない戦いなんで、うんうん、そうだよね。はい、あれ今週末飯田君はユースさんには、はい、います、僕も。もちろん。はい。あれ、入場許可出てましたっけ？入場許可出ないことあるの？レジェンド入れませんみたいな。レジェンド枠取れませんみたいな。ちなみに内容で言ったらどんな内容をちょっとお互い展開、想像すると、ちょっと気になるな、聞きたい。ちなみに俺は、いい試合をお互い頑張ってくれればいいなって思って中立です。そうです、そうです。緑とオレンジの血が流れてるんで。そうですね、はい、はい、うのはどう？そうですね、もうちょっと一点じゃダメだなっていう。一点じゃダメだな。2点3点取って勝ってほしいなと思ってます。2-0もしくは3-0ぐらい、はい、個人的には。なるほどね、はい、面白いね、はい、飯田君はどんな展開を？そうですね、基本的には多分パルセイロがボールを握って、うん、ワンサイドゲームになるんじゃないかなと思ってはいます。ただ、うちにはやっぱり横山君っていう裏を取れる選手がいるので、 それで、そのチャンスを決めきれるかどうかの戦いになるんじゃないかなと思います。予想スコアは聞いていい？結構スコア言うと当たっちゃうんですよね。いいですか？いいよいいよいいよ、めっちゃ気にしてみるから俺。低い横山で、おお、2、あ、でもな、山本博樹いるからな。そうか、2-0っすね。2-0で勝ち。2-0勝ちで、うのが、俺は2-0勝ちです。うのも2-0、パルセーロの2-0、3-0の勝ちです。2-0、3-0ね。うわー、これちょっと楽しみになってきた。クエムシュ1点やっぱ向こうが2-0って言っちゃったの。何の勝負や。ちょっと楽しみになってきたな。 ね、 ね、うん、いいな、まあ、パルセーロがね、先制するとやっぱりまたこれが面白い展開になるかなと思って。いや、そうっすね、パルセーロやっぱ攻撃的なんで、うん、両サイド高く上げるし、うん、主導権は握れると思う、うん、だ、高い位置でサイドを攻略できればパルセーロが押し込めるけど、ただ天皇杯の試合でもそうだったけど、うん、その最後のフィニッシュのところ、うん、クロスの質とか、うん、シュートの質みたいな、やっぱ枠内シュート少なかったし、うん、クロスもニアで引っ掛けちゃうとか、なんか基本のところだけど、あそこの精度が上がるとパルセーロが1点取れれば面白い展開になるかなと思うけど、逆を返すと山がしっかりブロック敷いてカウンターがあるから、うんうん、あのカウンターにはまると、うん、パルセロの両サイドの、ね、出てきた裏のスペースを横山とかが走って主導権握ると、うん、山が面白い展開になるなと思うし、うん、その辺のちょっと、まあ、お互い色があるからね、ちょっと面白い展開になるかなと思うけど、うん、あとセットプレーも注目ですね。あ、うん、そうだね、山形といえばセットプレー、いろんなデザインされたやつやってるよね。あれな、今年の特徴でもあるよね。そうですね、それで結果も残してますし、リーグ戦、岐阜戦かな、岐阜戦もトリックで多分1点取ってると思う、うんうんうん、まあ、そこら辺は楽しみですね、すごく、うん、なんか山形するとなんかやっぱり若い選手がこう、若い選手とベテランのうまく本当こう融合してるというか、一つになってる感があって、若い選手が伸び伸び躍動してる感じがあるんだけど、なんか本当にいい形で経験となんかこう育ってきているなって思うけど、その辺飯田君はどういう風に感じてる？そうですね、もちろん、おっしゃる通りそう思いますし、うん、特に菊井選手では、うん、もう大学卒業で1年目であれだけ伸び伸びプレーしてますし、やっぱりベテランがチームをまとめているのと、あとやっぱり名波監督っていう存在はすごく大きいんじゃないかなと思います、うん、ポジティブな雰囲気めちゃくちゃ出せてると思うんです、うん、僕は、はい、たまにさ、トップの練習来てよとか言われないの？そういうのは、ね、言ってます。あ、そうなんだ。はい、で、
その、なんていうんですかね、トップの練習を見るっていうよりかは、うん、見に来てよとかじゃなくて、普通にそのボール持って、その声、もっと声かけてほしいみたいな。あ、へえ。なんか、コーチの一人として立っててもいいよみたいな感じで言ってもらえるんで。うんうん、へえ。じゃあ終わった後、スタッフのボール回しやってるんだ。そうですね、この間参加させていただきました。終わった後、ななみさん、スタッフ集めてね、ボール回しやったりとか、メディアとかで僕ら行くじゃないですか、うん、そうすると、お前も入れよとか言われて、俺スーツの格好のまま、いや、さすがにななみさん、今日はできないとか言ってますよ。でもいい雰囲気だよね。飯田さん、すみません、あ今日、ね、スタートがね、ちょっと遅かったので、時間ちょっと伸びちゃいましたけど、大丈夫ですか、お時間の方、まだ。まだ大丈夫ですよ、僕は。全然、はい。大丈夫ですか。じゃあ、もう最後で。了解です。うのは逆にトップとかに何か絡んだりとかってあるの？僕の練習は見に行ったりしてます。うん、はい、指導とかもするの？いや、指導はしてないですね。うん、まああの、まあ、監督のやりたいこととかっていうのも全てを理解してるわけではないので、まあそういうところを見て、うん、まあ学ぶところっていうところです。うのから見てシュタルフ監督ってどういうタイプの監督？あれ待って、うのより下ってことか。俺の一個下とかになりますね。じゃあなんて呼ぶの？シュターとか言うの？いや、スタルフさんです。スタルフさんさんというどういう感じ、どういうタイプの監督？いや、あの雰囲気作りがすごい上手くて、まああのポジティブな声かけ、まあ七海さんのところでも出てきてたんですけど、特になんかまああの雰囲気よく練習してるなっていうのはすごい感じてて、まあやっぱりその選手主導でこう声出したりとかっていうのも、まあかなり出てきてるんで、まあいい状態なんじゃないのかなっていう、なんかちょっと聞いたら、はい、選手たち休みの日とかもなんかみんな平等な、平等って言ったらあれだけど、あ、そうですね、あのそうでしょ、ゲーム出てない選手も練習試合したら次の日休みだったりとか、そうでしょ、だからちゃんとその、まあ、全員のコンディションを、まあ、管理してるというか、うんうんうん、そういうふうには感じます。だからトップの、 あの試合に出た選手たちが練習の日とかは練習試合やった組は休みとかってあるってことでしょ？そうですね、はいはい、なんか今まであんまなかったよね。あんまりないですけど、ね、まあ理にはかなってるなと思いますね。なんかすごい印象的なのが、割となんかみんなが楽しんでやってる感、うん、あ、そうですね、ピッチ上でこう、そう思いました。しかもやってるサッカーも攻撃的だし、うん、選手ってやっぱり攻撃好きだから、うん、ね、入りやすいっていうのがあるから、うん、なんかそれがすごい印象的だけど、そうですね、じゃあもう普段の練習からやっぱりそういう雰囲気は出てるんだ。そうですね、雰囲気よくやってるなって。横で練習してたりとかっていう、あのアカデミーが横で、横のグラウンドで練習してる時とかも、うんうん、やっぱりあの雰囲気よくやってるんで、うん、特にその、まあ、アカデミーの選手もなんていうか、そういう声、自分たちでこう、うん、声出すことの重要性とかも感じれるんじゃないのかなと思って、うん、いいなと思ってます。なるほどね。あれ、飯田君はさ、宮坂選手とか山本選手とか連絡取ったりするの？はい、いや、一緒にやってる？あ、やってますよ。あ、はい、たまには喋ったりするの？そうですね、この間も試合前喋りましたし、うん、ちょっと喋った内容はちょっと言えないんですけど。なるほど。まあ、そうですね、もともと山本選手とはプライベートでもすごい仲良かったんで。ああ、そうなんだ。はい、ちょっと前まで、怪我した時とかも連絡したりしてました。まあそういう意味ではお互い負けたくない試合だろうね。まあ、そうです ね。まあでもね、山田さんはそうは言っても今年はね、ちょっと降格して、うん、そうは言ってもやっぱりこうリーグ戦、もちろん信州ダービーは大事ですけど、うん、そうじゃないやっぱりこう昇格っていう部分を非常に強く思ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、もちろん、まあね、その辺クラブ全体やっぱりプレッシャーみたいなのはどう感じてる？周りの熱は多分すごいと思うんだけど、サポーターの声とかも。そうですね、それはすごい感じてはいるんですけど、うん、まあ、僕個人としてはそこにあんまりとらわれてもしょうがないのかなと思ってはいます、うん、なんか選手たちはなんかそういうのが逆にプレッシャーになってちょっとこう重く感じてるとかっていうのはあんまり感じない？そんなことはない？それはないんじゃないですかね、おそらく。じゃあまあ、なんでそこら辺はうまくコントロールできてると思う。うん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 、まあいい状態でね、まあ、今結果も残ってるし、パルセロもいい順位につけてるから、まあ、そう思うとこの直接でね、あの通常のリーグ戦と考えると非常に大きい一戦だなと思うんですけど。いや、だって勝ち点考えても、ね、山賀が勝てば勝ち点6差広がる、うん、パルが勝てば
勝ち点が並ぶ、得失点でもちろんあるけどって言ったら、まあどっちにとってもこの一戦は大きいですよね。大きいですね、うん。まあパルにとったらちょっと昇格争いから前半戦で言ったらちょっと離されるっていう感覚があるから、うんうん、でいろんな意味含めて負けれない一戦に間違いなくなってる、ホームも含めてね。ちょっとユースタがどんな雰囲気になるか楽しみじゃない。楽しみですね。本当声出して応援できないのが本当に残念ですよね。それだよね。なんかやっぱ信州ダービーといって言えばさ、うん、あのブーイングじゃない盛り上がるなんかあとあのお互いのこうちゃんとそれ用のちゃんとがあるじゃないですか。わかる。それはね俺もこの間見ててちょっと思った。やっぱ、うん、欲しいですね。信州ダービーだから人は来るしわーってなるんだけど、やっぱあのちゃんととか、うん、ブーイングがないと雰囲気って変わるなと、うん、その辺どう飯田くんは。そうですね、声が出せないっていうのはちょっと松本にはちょっとマイナスに働きそうだなと思いますね。まああのすごい雰囲気のいいスタジアムで、うん、そうですね、どういうふうに勇気を持って戦うかっていうことになると思うので、うん、はい、まあ、山形するとやっぱりあのサポーターはね間違いなく選手の後押しになる要因の一つだから、やっぱ声が出せた方が選手は感じるものはあるよね。そうですね、今だ手拍子でどっちをの応援なのかすらももしかしたら分からなくなってしまうかもしれない。そうだね、早く戻ればいいね。そうですね、だから10月の時にはもしかしたら戻るかもしれないよね。いや、かもしれないね、うん、ある意味でね。で10月がお互いめちゃめちゃいい順位のところでこうやってつけてれば、うん、これやばいことになるね、うん、ある意味ね。本当ですね。10月何日ですよね。満杯じゃないですか。いや満員になりそうだよね。1万8000でしたっけ、うん、ね、だって2011年やってる時の信州ダービーだって8000人ぐらい入ってなかった。入ってましたね、多分結構いましたよ ね、 入ってましたね。いたよね。俺その記憶があるもん。アルウィンでやって8000人ぐらいいた中でって2011最後のあーリーグ戦、リーグ戦負けたやつね。負けたやつ俺あれ見に行ってました、普通に子供連れて。本当生まれたばっかの子供連れて取材しないで、はい、それぐらい当時から盛り上がってたから、やっぱその熱量はねなんか伝えていきたいし、そうです、ね、うん、盛り上げたいなと思う。ぜひぜひあの、ね、僕らはいい試合を見たいなっていうのがある。まあ勝ち負けはね、もちろんそれはもうあの時の運もありますし、そうです ね、 ね、まあ、両チームには頑張ってもらいたいです最後はっていう、こう守りに入るっていう ね、 そうね、俺は、はあ、ね、すみません飯田さん、お忙しいとこね今日ちょっと伸びちゃいましたけども、はい、ありがとうございました。ちょっとまたなんかあの宇野とかももう OB が、ね、こうやって増えてきたから、一緒に何かコラボしてできることがあったら、うん、ね、一緒になんかまたやりましょう。そうですね、ぜひ。ただサッカー対決はしたくないかな勝ち逃げで終わろうとしていい思い出のままね、いい思い出のままね確かにね、直接対決は勝ってるもんね、山がね。でもな、順位、まあ、まあでも、リーグ戦ではね、勝ってますからね。ずっとこのいいや。2位ですからね。そうそうそう。勝塚さんが言ってましたね、でかい声で、ね。そうそう、俺ら2位だからとかってね、言い合いだけど。まあそんなも面白いですよね。またぜひ、飯田くんちゃん、番組にも出てもらったり、OB としてコラボしてなんか盛り上げていきましょう、一緒に。はい、呼ばれればいつでも。はい。よろしくお願いします。そしたら最後、番組見ているサポーターの方にでもいいし、信州ダービー応援お願いしますでもいいんで、何か一言もらえますか。ご覧になってる、松本山雅サポーターの皆さん、週末は絶対勝ちましょう。応援よろしくお願いします。一緒に戦ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ宇野からもバルセロサポーターに向けて。はい、はい、どうですかね、カメラどれです。はい、はい、あとに言えるってことでね、あの、うん、ホームの利を生かして2-0、3-0になる試合を期待して一緒に応援しましょう。アンダー15も前座試合で戦うので、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
じゃあすいません、お二方忙しい時ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。じゃあとりあえず飯田君の方がさよならでいいのかな。もう閉めますか、ね、あもう番組閉めちゃっていいですか。あじゃあ飯田君ごめん、このまま番組閉めちゃうんで、ね、一緒にじゃあ最後手振って、了解です。はい、じゃああれやんないですか。一刀両断。あ、やるんですか、うん、飯田君って分かってないと思うけどということで、番組をご覧の皆さんありがとうございました。また来月、新州スポーツ一刀両断やりますんで、またその時までお楽しみに。その前に新州ダービー今週末、そうですね、はい、ぜひスタジアムに足を運んでもらって、はい、満員の中で選手たちも含めてですけどモチベーションが上がる要因になるかと思うんで、ぜひ新州ダービー応援よろしくお願いします。お願いします。それではいいですか。はい、ま、新州スポーツ一刀両断さよなら。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございました。